苦手なんですか。砲台グリーン、花道、登って下り、これね、それどうやって出せばいいんですか、ね、意外とみんなっていうかアマチュアの人ってボールをきれいに打とうとするんですよ、はい、こうやって、はいはい、でもスーパースローとかで見るとここら辺から入ってるんですよ、フェースヘッドなるほど、うまく打てる人って、はいはい、だからここら辺、本当にここから入れてみますよ、全然出るんですよ、だからボールだけきれいに打とうとしないこと、むしろするとトップしちゃいますよね、トップもそうだし、なんかここに綺麗に入れようとするからやっぱ振り幅が小さくなって結果こうダフって飛ばないみたいな、最初からダフらせてここだけ見て、全然いい、ほんと実際こういう芝こう立ってるじゃないですか、こう、はい、だからこう構えるしかないんですよ、だからもうフェースとボールの間に多分ね200本ぐらい芝入るだからそれぐらいのなんかどれぐらい食われるかなっていうのを意識してちょっと強く普段より大きく振ってあげればいいかなって、なんかちゃっくりしそうなイメージ出ちゃいますよね、そうだからなんかこうわざとちゃっくりするってこと、最初からちゃっくりのイメージ、距離感、その分普段より2、3ヤード飛ばないかなみたいな、ごめんちょっとね、あのアマチュアの人向けに言ってみたわざとちゃっくりだって、いや、いいよこれ、わざとちゃっくり実は例えばこれオレンジで、オレンジに構えてる、あ、それでこれで、もう本当にここに入れて、ここに入れるだけで、ちょっと普段だからフェースは右向けるの、ちょっと開く、ちょっと開く、うん、で、そこに入れるの、そうドーンと、そうで、イメージ的には、振り幅的にはキャリーであのオレンジのとこに行く感じで、そうすると2ヤードぐらい飛ばないからボールの世界、ラフだからちょっと大きめに打ちましょうね、まだ俺はキャリーですね、もうちょっとキャリーイメージでいい、うん、お迷っちゃうよ今週、これどっちやろうか迷わす作戦、迷っちゃうよ、うわこれどっちで行こうこれ俺自分のやり方やった方がいいのかな、奇数の方か偶数の方で決めたい綺麗に入れようとすると、もう綺麗に入れようとするとね、すぐ体がガチッとなっちゃうから、わざとちゃっくり、さっきのあのフェアウェイから打ったじゃないですか、はい、ああいうのとかめっちゃ嫌なんですよ僕、だからラフとかだったらちょっと手前から入ってもっていうか最初からも手前から入るもんだから、なるほど、それで距離感を作っていくみたいな、なんかだからラフに食われちゃったからショートしたみたいなパターンとか、はい、すごいもったいないっていうか、最初から食われるもんだから、そういうの分かってれば普段よりちょっと
あどうかな、 20%30% ぐらいは普段より強く打つか、10ヤードキャリーするさせたいなと思ったら、はい、結構深めのラフだったらやっぱ13ヤードとかぐらいをめがけてわざとダフらせると、3ヤードぐらいロスして10ヤードのところに落ちる、わざとダフらせるんですね。そうっていうか多分ね、最初からダフるしかできない状況とかもあるから、深いラフだと、はいはい、そのダフらせ方とかも多分大事なんだと思うんですけど、うん、あんまり上から入れすぎないとか、うん、そのちょうどいい塩梅が伝えるのは難しいんだけどアマチュアだとダフルっていうのがイメージ悪すぎますよね。なんかクリーンに打ちたいって多分みんな思っちゃうんですね。でもクリーンに打ちたいと思うとね、ガチって硬くなっちゃうから、うん、意外とこういう綺麗に整備された短いフェアウェイとかボールが浮かないから、うんうんうん、余計難しいんですよね、綺麗に入れなきゃって思うと。あ逆にそうだ、ラフからのアプローチの方が簡単だよっていう人は結構いると思います。へー、うん、